お待たせいたしました。一球に喜び、一球に悔しさをにじませる、そんな夏のドラマが幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。一塁側豊中、三塁側先行チーム。一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。さあ、甲子園の切符をかけた初戦、プレーボールです。ワンアウトランナーなしという場面で田中、マウンド上ピッチャーは上田。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。投げた、外れた、ボール。第2球投げた、スクリューはボール。投げた、決まってストライク。第4球を投げた、打ちました、これはいい当たり、抜けた。田中、ナイスバッティング。同点で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面でバッターは1年生田中。第9球投げた、ストライク。まずは見送りました。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、低め、ボール。投げました、打ちました、石塚掴んだ、アウト。先行チーム勝ち越し。同点で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面でバッターは1年生田中。第9球ストライク。第2球、またも空振り、伸びのあるストレート。第3球を投げました、内角高め、ストレートは外れてボール。第4球は打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ。田中、いいバッティングを見せました。先行チーム勝ち越しのチャンスを迎えます。さあ、ここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。第1球投げました、ストレート見送ってストライク。初球ストライクから打った、痛烈な当たり、破った、ライトバックホーム。加藤、ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第1球投げた、初球から打ってった、抜けた、センターバックホーム。先行チーム勝ち越し。長谷川タイムリー、初安打。バッターは2年生内山、今日はファーストライナーとサードゴロ。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。第1球投げた、打ちました、初球打ち、右中間へのフライ、取りました、これで3アウト。5回の表が終わって3対2、先行チーム1点勝ち越しです。先行チーム同点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でバッターは2年生石塚、マウンド上は阿部。さあ、持ち前の癖者ぶりを発揮するのか。第1球投げた、ストライク、いきなり152キロ。第2球投げた、高め決まってストライク、これで追い込みました。第3球打ちました、あっと引っ掛けた、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。阿部、ツーアウト一塁三塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。前半が終わりまして3対2です。
先行チームリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは1年生田中。第9尾崎スタート、ストライクになった、二塁走、盗塁成功。先行チーム重要な場面で盗塁を決めてきました。第2球投げた、アウトコース低め、外れてボール。第3球を投げました、バントしました、一塁線転がした、ファーストを掴んだ、タッチアウト、ワンアウト、ランナー三塁に進みました。先行チームなおもチャンスが続きます。第1球、1球目ストレート空振り、バットが空を切りました。さあ次の投球、あーっとキャッチャー取れない、高橋今拾った。第3球を投げました、直球見送ってストライク。第4球を投げました、打ちました、ファウルボール。次は5球目、低めボール球打った、破った。先攻チーム1点入りました、4対2。右バッターボックスには長谷川。第9球ボール、第2球投げました、ここは送りバント、ピッチャー前に転がした、ボールを掴んだ、ピッチャーから一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。第9球初球打って出た、ボールはライナーでライト掴んで、これで3アウトになります。7回の表が終わって4対2、先攻チームリードはわずかに2点です。先攻チームここはなんとかしのぎたい、ワンアウトランナー二塁という場面でバッターは2年生吉本。さあ究極の思考が解き放たれることになるか。第9決まった、ストライク。第2球ボール、第3球を投げました、ストライク。第4球を投げた、打った、長谷川ボールを掴んだ、一塁送球、飛び込んだ、気迫を見せましたがここは及びません。キャッチャー高橋くん。第9球投げた、初球を打ちました、尾崎取った、セカンドから一塁送球、気迫を見せましたがここは及びません。3アウトチェンジ。豊中セカンドランナー残塁、7回までが終了しまして4対2です。先攻チームリードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生中川、今日2打点を挙げています。第9球決まった、ストライク。第2球投げた、2球目空振り、少し意識しすぎたか。第3球を投げた、打ちました、抜けた、中継、中川いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。第9球ダブルシール完工、初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第2球内角ボール、第3球はここは振ってきました、ピッチャーの左へ転がした、三塁送球、サードフォースアウト、送りバント失敗。先攻チームなおもチャンスが続いています。さあ相
相手にとって怖いのは地方大会の魔物。第9球投げた、初球打った、センター方向に持っていきましたが、あっと落とした、打球が転がっている、そして今拾い直した、記録はセンターのエラー、センターのエラーです。先行チーム1点入りました。ここまで2安打の尾崎、さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。第9球初球決まってストライク、まずは見送りました。1球目ストライクから打ちました、鈍いゴロ、グラブ弾いた、高木今拾った、1塁送球アウト、これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。高木降板、ここでマウンドに上がったのは高梨、今日3人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。初球空振り、第2球投げました、打ちました、センター前に出る、取って、これで3アウトチェンジ。8回の表が終わって5対2、先行チームリードを3点としています。豊中追う展開で迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生服部。第9球初球に送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、ストレートに送ってストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げました、一つ外してボール。次が4球目投げました、セカンドの右、ゲッツーコースだ、二塁送る、二塁フォースアウト、これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。バッター高橋君に代わりまして宮部君。第9投げました、高速スライダーボール。第2球投げた、空振り、外のボール球を振らせました。第3球はアウトコース高めボール。第4球は直球空振り、さあ初球は5球目打ちました、あっと落とした落とした、そして今拾い直した、記録はサードのエラー、サードのエラーです。第9球初球空振り、1球目空振りから第2球、このボールも空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、見送ってボール。さあ4球目ボール。第5球投げた、打った、流し打ち、一塁へ送る、長谷川軽快な守備を見せました、スリーアウトチェンジ、2者残塁、8回までが終了しまして5対2です。先行チームリードで迎える9回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生長谷川、今日はここまで3打数1安打、バントしてきた、キャッチャー取った、キャッチャーから1塁送球アウト、スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ワンアウトランナー2塁に変わります。第9投げた、外れたボール。第2球投げた、流し打ち、どうだ、抜いていった、内山ナイスバッティングです、ようやく初安打になります。第9球ランナースタートを切った、初球スクイズ、掴んだ、三塁へ送る、あっと送球それた、これで2アウト、ランナーは一塁三塁変わりません。第9投げました、見送ってボール。第2球投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、中継、先行チーム1点入りました、6対2、バッターは途中から入っている川口。第9投げました、初球から打ってった、余裕があります、取りました、これで3アウト。9回の表が終わって6対2、先行チームこの回も1点を追加しています。豊中この回1番からの好打順になります。先頭バッターは木村、今日はここまで4打数2安打1三振、投げました、1球目ストレート空振り、
第2球投げました。インコース低め外れてボール。第3球を投げた、ボール。次が4球目投げた、打ちました。尾崎ボールを取る、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどからレフトに入っています香月。第9投げた、外角高め外れてボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球は打ちました、内山掴んだ、内山ベースを踏んでツーアウト。先行チーム勝利目前、バッターは2年生吉本。先行チームここは何としても抑えたい場面。第9ボール、投球これから2球目ボール、投球は3球目投げた、決まってストライク。投げました、高速スライダー空振り。一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は伊沢、追い込んでから投げました、低めボール球打った、ピッチャー返し抜けた。吉本いいバッティングを見せました。バッターは2年生高橋。今日はここまで3打数1安打。第9ストレートはボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、低めボール球打った、三塁線フェアだ。吉本二塁回って三塁へ、高橋ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。バッターは2年生石塚。第9投げました、初球ナックルカーブ空振り。第2球投げた、ボール。第3球は打ちました、ライナー破った、ライトバックホーム。豊中点差を3点に縮めました。先ほどヒットを放っている高橋。登板マウンド上は金子。今日4人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ調子を上げることはできるか。第9投げた、外れた、ボール。投げた、低め外れてボール。第3球を投げた、ボール。内角へ。第4球を投げた、打って出る、三塁ランナーホームに向かう、抜けた、中継。豊中点差を2点に縮めました。ツーアウトランナー1塁2塁となりまして、服部今日はここまで4打数ノーヒット1三振。投げました、変化球ストライク、低め。第2球投げました、これも空振り。これで追い込みました。追い込んで投げました、打った、鈍いゴロ。中がボールを掴んだ、一塁送球バットこぼした、ショートのエラーが記録されます。豊中さらに1点を返しました。先行チームなおもピンチが続きます。バッターはピッチャー相川。第9投げました、初球はストライク。第2球投げました、見送ってストライク。これで追い込みました。
追い込んでから第3球を打ちました。ショート右、ショートこれは守備範囲内、あっと送球それた、タッチしてアウト、試合終了です。先行チームまずは初戦突破です。1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。